はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ始めていきましょうということになるんですが、城兵天行の乱ということになります。まあ武士団の反乱として、まあ、一番大きかったところというところを、まあ、順番にいくわけなんですけれども、城兵天行の乱、平将門の乱と、まあ、藤原の住友の乱、こちらですね。城兵天行の乱というのは平将門の乱が一つと、藤原の住友の乱というこの二つですね。この二つを中心にして、まあ、要するに、城兵天行の乱ということになるわけなんですけれども、この城兵天行の乱について次回以降、まあ見ていきましょうということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。